はい、えー、ゆめさんおはようございます。かぶくんこんばんは、えー。おげえさんのサブスク動画再放送されます。えー、羽生さんは8月20日、えー、午前、うん、2時25分から、えー、午前の、えー、2時55分ですということみたいですよ。うん、羽生さんの前に、えー、6月のゲスト、所ころージさんと、えー、7月のゲスト、有村さんの再放送がありますと、うんはい、いうことみたいです。8月2 0日から。うん よう、えー、さん、おはようございます。かぶ君こんばんは。先週、ついにレコーダーを変えました。うん。おげんさん、乗っ,って、乗って、 など、お盆に放送なので、思い切ってゆずくん、弁、えー、面会を貯金から購入しました。うん、配線を繋ぐのように、四苦八苦しましたが、無事、設置完了。今、録画したのってや、荒川ひさかさんの、フレンズプラスを見たりして、ハッピーです。で、2020、2011年のゆずくんを見たら、もう今はしっかり大,な大人なんだなと思いました。もっと見たいけれど、体調に、まだ不安があるので、早めに年齢します。早く、ハニューフォードかんとこないかな。 夜中に来ないかなせばねうん。うまこちゃん、カブ君ん、え、ようちゃんね。あの、またなんか、なんか情報ドカンと来ますかねうん。なんか、あのー、ちょっとね、今情報がね、ちょっとまた、あの、あんまはいいろんな情報入ってきてない気もするんですけどもね。羽生くんの、あのね、まあ、いろんなこう生放送であったりとかね、いつ来ますかねうん。次の羽生くんの生放送気になりますね。なんかいろんなね。うん。生放送っていうかなんか。 まあ、相性とかも含めてね。えー、ハリープーさんよろしくお願いします。ふと思ったんですが、宝塚ファンの方って、毎回トップ、トップの対談の時、どんな気持ちでいるんでしょうかえー、塚ファンって、フィギュアスケ、フィギュアファン以上に、え、グッズを購入していて、え、代の方にキャーキャー言って前、え、全公演、チケットを取ったり、ファンの中で、えっ、ーえー、と、階級を作って推しに、援助をしたりして、熱狂的な方が多いですよね。 うん、羽生選手はプライベートの節目を迎えようとも、スケーター羽生譲では見,見,られ、えー、見られるわけですが、宝塚の場合は、えー、イメージがあるので、ある程度の年齢で対談をしなければならず、対談をしたらもうその姿は、えー、見られないわけです。うん、なるほど、えー。ファンの方はショックじゃないのかな毎回覚悟して見ているのかな推しが対談をしたら、次のトップにスライドしていくのかな うん、今日、えー、花,組花組の男役の娘役のトップ2人が、えー、対談発表をした中、ちょっと気になりましたと。うん、あなるほどですね。宝塚の,の場合、全然僕も詳しくないんですけども、あの対談をした場合も、その方のファンとかはやっぱりいると思うんですけどね、そうなってくると、まあ、あのまあ、追っかけとかずっとあるんでしょうかね、まあ。YouTube とかね、やればね、またね、いいと思うんですけどもね。うん な芸能界に行く人も結構少ないのかなうん。宝塚の方が滞在をした場合っていうのは、あの、やっぱりいろんなこう、女優であったりとか、いろいろ行く,行くと思うんですよね。宝塚出身のね、女優さんいっぱい結構いますよね。なので、だからあのー、なんかそんな感じでね、個人で活躍したりとか、なれば、まあ、そっちにファンが行くのかなっていう気はするんですけどね。うん。 えー、さらかやさん、よろしくお願いします。ついに、ハニー・ウズル選手も、えー、スマホデビューをされたんですね。えー、プロカストにおいては、様々な方と打ち合わせをする場面が、えー、競技の時よりも増えたと思うんで、さすがに必要に狭,狭まれるような状況になったんじゃな、いかと推察されます。うん。で、そういえば、 え、以前に、宇野昌磨選手が連絡先を知らなくて困っているという話を聞いたような気がします。ああ、なるほど。え、この話知らなかったです、僕。うん。お互いに忙しいんで、頻繁に連絡を取ることは無理だと思いますが、連絡先の交換くらいはできたらいいなと感じます。おえ、この話しましたね。宇野昌磨君、あの、連絡先を知らなくて困っていた。なるほど。うん。あ、そういうこともあったんですね。うん。 でも、羽生くん、今回、携帯をね、持ってるということなんですが、どこまで、そのね、まあ、知人や、まあ、友人とかに、えー、メアードとかを教えてるのか気になりますよね。スケーターの仲間とかにも教えてるのかななんか、あの、そんな、あんまりそこはね、あの、そんな、なんか連絡とかあんまり交換してない気もするんですけどね。うん。宇野選手とつながっあの、えー、メアード持ってるんでしょうかね。うん。え、結構気になりますね、なんかね、急にね。うん。 はい。ということで。うん。アトビヨコさん、よろしくお願いします。カブ君こんばんは。お盆でバタバタした成果。えー、新潟がコす何日かい。い、日本一暑い成果。か羽生ー・ユ選手ですが、今になってきた成果。何もやる気が出ないと。おう。うん。カブ君テレビに何書いていいかわかんないという、アトベ、アトベの精神状況です。うん。早く、羽ニュー・入選期後のスケートを見たいな。 うん。え、また場合にはない、え、ブースを失礼しました。え、つびえた、見たあ、見た、あの、だらけだからスルーをしてください。うん。あ、ということなんです。確かにね、羽生くん、なんか、最近はちょっとこう、情報が、 まあ少ないわけじゃないけれども、あの、羽生くん自身から発信っていうのがなんか欲しいなってちょっと思いますよね。まあその入籍のことじゃなくてね、だからアイスショーとかね、うん、そういった新しい情報が出てくればいいなって思うので、まあちょっとまだ様子見てるんじゃないかなと思うんですよ。うん、羽生くん自身もね、まあ今回の件もね、ありましたんで、 ちょっと様子を見て、1ヶ月くらいはね、ちょっと様子を見てくるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、9月あたりにね、なんかいろんなあのねお話が出てくるんじゃないかなと思うんで、今は静観っていう感じがちょっとしますよ、うん。確かに次の情報気になりますよね。うん まあ多分、まあこれ、羽生くんももちろんなんですけども、ファンの方も、まあ、今、お休み時期なんでお、お休みというか、いい意味で、一旦こう精神を休める時期ということで、そういうふうな、あの、なんだろう、気遣いというか、気を使ってるってことあるんでしょうかね。うん。うん、だからそういう気もしましたね。はい。うん。ありがとうございました。